そもそも、はい、行政書士を受験されようと思った動機を教えてください。はい、はい、今私年が58歳で、はい、まあ、一応会社勤めてて60が一応定年ということで、はい、まあ、定年後のその自分の身の振り方をこうどうしようかとずっと考えていて、再雇用という形で今の会社にそのまま残るっていう、うん、まあ、そういう道もあるんですけども、はいはい、まあ、せっかくなんで、もう今までもうずっと会社員しかやったことないんで、もうちょっとなんか全然違う道をなんかやってみたいなと。ただじゃあ何ができるのかって言われた時に、なかなかこうすぐにこれっていうのがなかなか分かってなかったんですけども、あるシニアの方の紹介されてる記事があって、はいはい、まあ、その方もはやっぱり60で会社定年されて、その後の行政書士を開業されて、あ、なるほど、現役で活躍されているというのを読んで、あ、これだと、この方の後に続こうと思って、はい、決意しました。で、いろいろまあ会社あると思うんですけど、まあ、フォーサイトを選んでいただけた理由は何でしょう。はい、ネットの評判見てて、まあ、比較的やっぱりフォーサイトの評判が良かったということと、うん、あと教材のサンプルとか見てですね、はい、まあ、テキストが非常にこうカラフルで分かりやすそうだなというのと、DVD の講義があったり、はい、あとはウェブのアプリがあったりして、まあ、いろんな時間で多角的にこう勉強できそうだなっていうのが、はい、一番良かったかなと思います。これ一番使ったなというツールはどんなもんですか。一番使ったのはやっぱりテキスト、ね、テキスト、デジタルテキストとかっていうのもあったと思うんですけど、紙のテキストはやっぱり、紙のテキストがボロボロになるまで、やっぱりボロボロになるまで見ました。例えば通信だと、なんか講義が眠くなってしまうとか、まあ、一本調子とかっていうようなことも、批判でよく出てくるんですけど、まあ、フォーサイトでは、はい、講義どういうイメージでしたかね。福沢先生の講義非常に面白くて、ありがとうございます。判例の話とかになると、はい、まあ、批判っていうとちょっと言い過ぎだと思うんですけどちょっと、ね、皮肉というかこうちょこちょこ先生、はい、福沢先生の、ご自身の考えを放り込んでくるんで、はい、そういうところは非常に面白くて、こうニヤニヤしながら見させていただきました。勉強時間はどのぐらい、どうやって確保されてました。一大決心して朝4時に起きて、あら、それはすごいですね。で、出勤前の2時間は必ず勉強するっていうのをもうずっと続けて、なんとか時間確保しました。すごい、でも思い切って。それはそうですね、自分でもこんなことできるかどうか最初分かんなかったですけど、ほぼ最後までずっと続けることができました。受験期間は 何ヶ月何年ぐらい。去年の1月の終わりから、はいはい、ですから10ヶ月ちょいぐらいですかね。それ最初の方から朝4時起きは頑張ろうと思ったんですか。いや、最初はやっぱり夜なんとかやろうかなと思ってたんですけど、やっぱり仕事の関係で夜はできたりできなかったりしたんで、うん、これはダメだと、いや、もう朝しかないという感じで朝、うん、早起きして頑張ったのは9ヶ月とか、まあ、8ヶ月もそんな感じですね。いや、もう多分2月入ったらすぐぐらいからずっと。あ、そうなんですね、じゃあ10ヶ月ぐらいはやっぱりこう、それで朝早く起きて時間を作って、そうですね。勉強習慣っていうのが、身につくのに大変じゃなかったですか。できるだけ無理しないようにしようと思ってて。無理しないように、はい、いや、もう眠くなったら、ね、寝ると。うん、休みの日例えばまとめて勉強しようと思っても、うん、やっぱりお昼過ぎるとだんだん眠くなってきたりするんで、うん、そういう時はもう無理しないで15分か20分ぐらいちょっと仮眠して、うん、そうするとやっぱり頭すっきりするんで、またもう一回リフレッシュしてできるかな。あまり自分をこうできるだけ追い詰めないような感じでは心がけてました。振り返ってみて勉強してて辛くなかったですか。もともと私マラソンを趣味でやっておりまして、はいはい、エントリー決まった時点から半年先のマラソン大会に向けてトレーニングのスケジュールを考えて、それに沿ってトレーニングしていくっていうのを、まあ、ずっとやってるんで、試験が決まったらそれに向けて計画立てて実行していくっていう、まあ、そういう習慣はもともとあったかもしれないです。合格されて今、まあ、すごく嬉しいと思うんですけども、勉強自体もじゃあやってよかったっていうイメージなんですか。そうですね、この年になって、いや、まだまだ自分できるんだなみたいな、そういうところ自身にもなんかつながったように思います。今後の展望っていうのはちょっと聞きたいんですけど。実際定年になるのが来年2021年なんで、開業はもうそこからにしようと、うん、で今年いっぱいはその開業に向けた準備の期間に当てようかなと思っています。本日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。